中島拓也は、福岡県かす郡海町出身のプロ野球選手。宇藤左田。北海道日本ハムファイターズ所属。愛称は、拓、中市。中学時代は、フレッシュリーグの海スターズでプレー。福岡県立福岡工業高等学校では、一番、遊撃手として活躍。2008年春の九州大会では、エースの三島一揆などと共にチームを初優勝に、 導いた。その一方で、野球と両立しながら、国家資格の危険物取扱者などの5つの資格を取得している。NPB の球団からの評価は高くなく、ドラフト会議の指名に向けた調査書もわずか1球団から届いただけであった。しかし、2008年の NPB プロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから50名で指名。 契約金2500万円、年俸480万円という条件で入団した。担当スカウトは内野手出身の岩井高幸で、入団当初の背番号は56。福岡工業高校からドラフト会議での指名を経て、NPB の球団へ直接入った選手は中島が初めてであった。2009年、一軍公式戦への出場機会はなかったものの、 イースタンリーグの公式戦では、高卒の新人野手ながら、チームトップの出場数やギガ数を記録。リーグの最終規定打席へ到達したが、打率は、規定打席到達者31人中30位の211で、遊撃手としては、リーグ2位の15失策を記録した。2010年、イースタンリーグ公式戦70試合に出場すると、チームトップの15ギガを記録。 打率も220と前年から上昇したが2年連続の最終規定打席到達はならず1軍への昇格にも至らなかった2011年4月20日の対オリックスバファローズ戦で2類の守備要員として1軍公式戦にデビュー1軍公式戦全体では8試合の出場で1打席に立っただけだが1盗塁に得点を記録した 2012年、ダイソー、守備要員として一軍に定着すると、一軍公式戦105試合に出場。しかし、打率は、114で、盗塁も2個にとどまった。2013年、一軍公式戦の開幕当初は、前年に続いて、ダイソー、守備要員としての起用が多かった。しかし、 小獣医種の西川春樹が故障で戦線を離脱した間に二類手へ抜擢されると西川の復帰後もしばらくポジションを譲らなかった。その一方で声優劇種の大引刑事が離脱した直後には遊撃を守るなど内野のユーティリティープレイヤーとしてスタメン出場の機会を増やした。また、走塁面で高い盗塁技術を発揮した結果一軍公式戦で 通算23盗塁を記録。盗塁の成功率は9割を超えた。打撃面でも打率を238にまで上昇させたほか、初の長打、打点を記録。このように成長を背景に、シーズン終了後から背番号を急に変更している。2014年2月の春季キャンプの時点では、二類種として西川に次ぐ2番手と扱われていた。 シーズン中の一軍公式戦で遊撃や三塁を守る機会もあったが閉鎖時の早急の精度が高かったことなどから二塁手として定着。瞬速ながら早急に何のあった西川は内野手登録のまま事実上外野手へ転向した。打撃面ではシーズン序盤こそ打順が定まっていなかったものの8月14日の対ロッテ戦以降は2番打者に定着。 一軍公式戦では126試合へ出場するとパシフィックリーグの最終規定打席へ初めて到達するとともに打率259、28盗塁を記録した。2015年パリーグ公式戦全143試合及びオールスターゲームへの出場を初めて果たすとともに自己最高の打率264を記録。さらに十四盗塁で 東レ王のタイトルを獲得したほか、パリーグ遊撃手部門のベストナインに初めて選ばれた。シーズン終了後に、開催の第1回 WBSC プレミア12で日本代表への初選出を果たしたものの、実際には出場機会が少なく、1議題得点を記録しただけで大会を終えた。2016年、1軍公式戦で2年連続の全試合出場を、 果たすとともに、パリーグ公式戦シーズン最多タイ記録の62ギガを記録。打率を243、盗塁を23に減らしたものの、4年連続の一軍、公式戦20盗塁を達成した。また、シーズン終了後に、開催のサムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合にも、日本代表の一員として出場。 シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸1億円で、翌2017年の契約を公開した。2017年、NPB オープン戦期間中の、第4回ワールドベースボールクラシック本大会に、向けて、日本代表に選ばれていたが、前シーズンからの疲労の蓄積を理由に参加せず、NPB レギュラーシーズンの開幕に向けた調整を、優先。七月三十日に、 故郷、福岡県の福岡や福岡、ドームでも用された対福岡ソフトバンクホークス、戦では、人生初の作声本塁打を、武田翔太から、ライト側ホームランテラスへのソロ本塁打で記録した。NPB 実動9年目、一軍公式戦への出場723試合目での、初本塁打で、NPB の一軍公式戦で一本でも本塁打を、打った選手としては、 一軍公式戦の初打席から最も多くの打席を、用した末の初本塁打でもあった。しかし、8月6日の対オリックス戦9回表の、打席で遊撃へゴロを打って一塁へ走り込んだ際に、一塁手の小屋の英一と接触した影響で、左足のかかとを負傷。8月7日に、小骨下の活液放炎と診断されると、同日付で、出場選手登録を抹消されたため、 2015年シーズンから始まった一軍公式戦での前、試合スタメン出場記録が2シーズンで途切れた。一軍のレギュラーシーズン最終戦であった10月9日の大落天戦で遊撃の守備要員として実戦復帰を果たしたものの出場試合数は91、打率は208、盗塁数は11にとどまった。2018年はこの年から選手会長へ就任。 一軍公式戦の開幕を再び声優劇手として迎えると5月12日の対ソフトバンク戦では1点ビハインドの2回裏1、四万塁から一軍公式戦通算2本目の本塁打をリック・バンデンハークから打ったこの年はチームの声優劇手に返り咲き自身2年ぶりとなるパリーグの最終規定打席に到達した 2019年は2016年以来、フルシーズン1軍で過ごしたが、バッティング面では打率、220、出塁率、278と振るわなかった。また7月28日の対西部戦では、延長10回裏一死一塁から、ショートゴロを攻一。中島が打球を追わず、外野手は深い位置で守っており、処理が遅れその隙に一塁走者が生還しチームは、さよなら負け。 売りである守備でも、制裁を欠く場面が見られ、石井一世や平沼翔太にスタメンを譲る試合も多くなり先発出場は91試合、途中出場を含めても120試合の出場に止まった。オフの動向が注目されていたが、FA 宣言はせず翌年の残留が決まった。2020年は、キャリアワーストとなる打率20、201。 新型コロナウイルスの影響で120試合制の短縮シーズンであったが、先発出場はわずか50試合。先発出場数がシーズン試合数の半分を下回るのは遊撃手として一軍に定着した2015年以降では初となった。オフは1000万円減の年俸8000万円で契約公開をした。2021年4月1日に、 一般女性との入籍を発表した。9番遊撃で開幕スタメン入りを果たしたが、開幕3戦目の楽天戦では、先制を許すタイムリーエラー。さらに4月7日のソフトバンク戦では、逆転負けにつながる補給ミスがあり、以降はスタメンでの出場機会が減少した。4月30日には、新型コロナウイルス陽性により登録抹消。5月21日に、 実戦復帰するも30打席連続ノーヒットと打撃不振に苦しみ、一軍復帰が6月26日までずれ込んだ。9月3日のロッテ戦では、シーズン初打点となるタイムリーヒットを放つも、またも逆転負けにつながるタイムリーエラーを犯してしまった。軽快なグラブさばきと判断力に優れた、走塁、コースに逆らわないシュアなバッティングが持ち味で、スローイングも正確性が高い。 守備位置については2014年には二類手として、2015年には遊撃手として規定試合数に到達し、2014年には二類手として、ザー9.2、2015年にも遊撃手として、ゴールデングラブ賞の今宮健太を上回る数値を記録した。日本ハムの九州担当スカウトを務めていた岩井も高校時代の中島の試合を観戦して、 スローイングの良さから宮本深夜との共通点を感じたと語っている。また、際どいコースのボールをカットし、ファウルにする技術を持ち、2015年、2016年には、両、リーグトップのファウル数を記録した。周囲からは努力の人であると高く評価されている。2018年までの通算打率は2割5分程度と、低いが、死球の多さから、出塁率は3割を超えている。 2016年2月24日、TBS のバラエティ番組、水曜日のダウンタウンの人生で一度もホームラン打ったことない、プロ野球選手などいない説にて、アマチュア時代は公式戦で、ホームランを一本も打っていないことを明かした。しかし、2017年に人生初のホームランを放った。ありがとうございます。